教皇ピュース5世イングランド女王エリザベス1世、レグナンスインエクスケルシスは1570年2月25日にローマ教皇ピュース5世によって発布された教皇直書。イングランド女王エリザベス1世に対する波紋を宣告し、王位の正当性を否認した文書である。文書名はラテン語で書かれる直書の最初の3つの単語から取られており、意図高きところにしろ示す。 神を意味している。直書の中で、教皇は、イングランド女王を戦勝するエリザベスとその罪深い、配下の者たちは、異端者であり、エリザベスの統治下にある全ての臣民に対し、彼女に対する親従義務を解除し、エリザベスの命令に服従する者は破門すると、呼びかけた。1553年、メアリー一世の即位に伴って、イングランド国教会はカトリシズムに復帰し、 教皇はイングランドにおける権威を回復した。1558年にメアリー一世が死ぬと王位を継いだモート・エリザベース一世は1559年1月に議会で国王史情報を成立させ、イングランド国教会を再びカトリック教会から分離させた。1570年に出されたレグナンスインエクスケルシスはイングランド教会の分離に対する 強皇庁側の報復であったと言える。しかし、エリザベスのカトリックとの決別宣言から、波紋宣告まで2 1年もの間隔が開いたために、その間に統治者としての地位を確立した、エリザベスの王位を動揺させる効果は、より低下していた。波紋が遅れたのは、スペインをフェリペ2世、スコットランド女王メアリー、ノーフォーク公、トマス・ハワードといった、エリザベスの範囲により、 利害を左右されるカトリックの世俗の王公たちが教皇庁に波紋宣告を送らせるよう圧力をかけていたのが原因と考えられる。また、エリザベス自身が何人かのカトリック信徒の王子との演談を進めていたこと、イングランド国内のカトリック信徒の指摘礼拝を黙認していたことなどから、1560年代は教皇庁側もイングランドのカトリック復帰に期待を持っており、 これも波紋の遅れを助長した。ところが、エリザベスのカトリック政策は1560年代末までに強行になり、国内のカトリック信徒に対する差別が強まり、イングランドとスペインなどカトリック諸国との関係も悪化した。1569年にイングランド北部地方で起きた北部の反乱、同年にアイルランド等で始まったデズモンドの反乱で、 カトリック信徒が放棄すると、これを支持する形で教皇側は波紋宣告に踏み切った。エリザベスに対する波紋の定義そのものは、トリエント公会議の閉会直前に当たる1563年6月、カトリック圏のルーヴァン大学進学部から憲白書の形で最初に出された。教皇ピュース4世は1561年にイングランド教会のカトリック圏への復帰を、 要請したが拒否されており、憲白を受けて、エリザベスの破門を一旦は決心した。しかしこの破門定義には、ハプスブルク家からの反対が強かった。神聖ローマ皇帝フェルディナント一世はエリザベスを破門することで起きる国際情勢の混乱を考慮していないとして、不満を表明した。スペイン領ネーデルラントの最小を務めていた。 アントワーヌド・グランベル枢機卿無効会議において、エリザベスを破門すれば、主君のスペインをフェリペ2世が続けている、大英雄和政策を破綻させ、イングランド国内で投獄されているカトリック、司教たちの生命を危険にさらすことになるとして、反対した。こうした反対を受け、ピュース4世は破門構想を撤回した。フェリペ2世は、疑前のエリザベスとカトリック王公との縁組などを、 利用してイングランド教会をカトリック陣営に復帰させようと考えており、ピウス4世もまたフェリペの構想を支持していた。エリザベスの波紋は公認の教皇ピウス5世によって実行に移されることになった。ピウス5世はプロテスタント勢力に対して強硬な姿勢で臨み、前任者のピウス4世に比べると国際情勢や政治問題への配慮よりも 大公宗教改革の推進と徹底を重視していた。イングランド諸地方におけるカトリック勢力の放棄、スペインとイングランドの関係悪化を受け、ピウス五世は1570年2月5日にエリザベス団外の教会裁判を開いた。裁判では、ローマ在住のカトリック信徒のイングランド人12人を証言者として集めた上で、彼らに女王の犯した罪を挙げさせ、同月12日に、 エリザベスに対する有罪判決が下された。罪状は、イングランド国教会主張の権威の戦勝、カトリック主教の罷免と投獄、教会巡殺権の戦勝、強行権を既存する制約の採用、強行権を否定する処方の批准、異端信仰の奨励などであった。直書は2月25日付で発布された。ピウス五世医によるエリザベス一世派門の法は、 ヨーロッパ諸国に少なからず反響を呼び起こした。スペイン王フェリペ2世は、対英雄和の姿勢を崩しておらず、教皇が何の相談もなしに、重要な外交事案を教皇庁内で決定、処理したことに強い不快感をあらわにした。神聖ローマ皇帝マクシメリアン2世も、エリザベス1世に対して、遺憾の意を伝え、女王の要請を受けて教皇に対し直書の撤回。 内視直書の印刷、配布の中止を要請した。しかし、ピュース5世はエリザベスがカトリックに復帰しない限り直書の撤回はしないと回答し、印刷、配布も予定通り行われた。レグナンス・イン・エクスケルシス直書にはカトリック教会の教会法に違反する部分が存在するとされる。君主の波紋と王位否認が一つの直書の中で同時に宣告されているからである。 教会法規では、君主が破門される際には、事前の警告が必須であること、破門後1年以内に、破門の撤回を申請。イングランドのカトリック教徒の中には、この不備を根拠に、直所は無効だと考える者もいた。エリザベスは、現在のところ、教皇直所によって、王位を否認された最後の君主である。直所の発布は、イングランドのカトリック圏への態度を降下させるだけに、終わった。 イングランド政府は、スペインと強皇庁の侵略の脅威を恐れ、その手先とみなされていた、イエズス会の活動に対する締め付けを強めた。イングランド側の不安はすぐに、現実のものとなった。エリザベス一世を戦勝者と非難する直所の印刷物が出回るようになると、スコットランド前女王メアリーとカトリックの有力諸公、ノーフォーク公を結婚させて二人を、イングランド王位につけ、 エリザベスを幽閉ないし殺害しようとする計画が露見した。1580年、教皇グレゴリウス13世はイエズス会の生願を受け、イングランド国内のカトリック信徒たちに対し、エリザベスを排除する適当な機会が訪れるまでは、当面は表面上、エリザベスの政府に服従することを許した。スペインとイングランドの関係が悪化すると、1585年に、 英日戦争が勃発した。同年イングランド政府は、イエズス会イ神学校司祭及び彼らと同じく不服従の者たちに対する法を制定した。この法律により、多くのカトリック信徒が摘発され、処刑された。1587年にスコットランド前女王、メアリーが処刑され、1588年には、アルマダの海戦が起きた。こうした、 イングランドの徹底した反カトリック政策に報復するため、教皇シクストス5世はエリザベスに対する波紋直証を再び発した。アルマダの海戦が起きるまでに、イングランド人のカトリック信徒の間には、住み分けができていた。あくまでもイングランドに残って、エリザベス女王に忠誠を誓い続ける人々と、故国を脱出して、エリザベスの位を主張するウィリアム・アレン数奇教や、 ロバート・パーソンズのようなローマ教皇に忠誠心を抱く人々との間には距離が生じていたのである。レグランス・イン・エクスケルシスがイングランド国内の動向に与えた影響はわずかなものだった。しかしエリザベスが統治していたもう一つの王国、アイルランド王国の住民の大多数はカトリックだったため、直所の影響は深刻だった。デズモンド博は教皇直所を盾に デズモンドの反乱を再開した。1570年の教皇直書発布以降、アイルランドにおいてダブリンの総督府は明確にアングリ環境界を報じることが決められたが、アイルランド議会では1613年までカトリックシント議員が多数派を占めることが許容されていた。ありがとうございます。